俺が日比野だ。覚えてるか。はい、もう久しぶり。おい、久しぶり。今日は岐阜県ワイテツサーキットに来てます。今日はね、何しに来たかと言いますとですね、2022年日比野哲也 D1 ライツに参戦したんですよ。でね、今時の若いやつにコーテンパンにやられました。悔しい思いしたんでね、2023年もう一回リベンジで名阪の、はい、ライツ出ます。車はね変わらずなんですけど、スペック上げてきましたよ。7AG に変更、プラスアルファ TTI のシーケンシャルミッション。それとですね、事件があるんですよ今年。はい、 D1GP 復活、250馬力ぐらいあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。GR86、今年僕が乗るマシンです。シリーズチャンピオン狙ってきます。俺の神風号、とりあえず変わったことはですね、エンジン変わりました。 5AG から 7AG。 5AG と 7AG はね、もう排気量が全く違います。 7AG ってもともと 7A っていうエンジンがあって、排気量がもともと1800、もう排気量がめちゃめちゃ上がるってことでね、すごく今トルク重視の車になってます。キャブついてます。わかりますね、古い人ですね。最近ね少ないんですよキャブ。まあ要するが多いし、コンピューターでリンクとかいっぱいいるんですけど、僕はね今小泉商会からのやっぱりその一押しが FCR なんで、はい、FCR41 っていうのをねそのままインストールしてます。はい、甘々で250馬力ぐらいあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。単純に小泉商会にやってもらってるからキャブにしたの、それとも日比野哲也キャブにこだわったの？あとね、まあ、両方かな。そもそも俺が、ジャンプした頃って 4AG の、まあ、あんまりこうエンジン馬力ないんだけど FCR で、でも TI がなかったから、もうアデリアクロスミッションってやつ入れて、本当に回して走るっていう風にしてたんで、昔はもう4スロよりも FCR っていう感じだったんで、それをまず作ってます。D1GP とジャンプしてた頃って何馬力ぐらい出てたんですか？聞く？それ聞く？スペック表には160とか80とかちょっと自慢げに書いたんだけど、本当のこと言うとね、あれエンジンノーマルでガスケットだけ薄いやつして、多分ね100馬力ぐらい。全く馬力なくて、それと倍だよな。倍あるんですよ今年。A86 だけの、大会とかも、まあ、去年あったりとかしたんだけど、7A っていうのはやっぱり比較的速い車が多かったで、追走も、やっぱりトルクで走ってるんで、めちゃめちゃ近いドリフトをやってる子が多かったんで、きっとこれもそれぐらいのスペックになってるんじゃないかなっていうふうに思ってます。それに組み合わせるミッションだったりデフだったりってどうなってますか？今回入れちゃったんですよシーケンシャル。俺が D1GP 出た時に S2000 とか S14 とか乗ってるんですけど、まあ自分が好きで TTI のミッションを入れてたんですよ。で今回 AE86 の T50 にセットできる TTI ができたんで、それをねチョイスして今 TTI のシーケンシャルミッション導入しました。でもデフの方はノーマルのまんまです。で WPC かけて、まあ、ギア、まあ、割れないように、してるぐらいで強化してます。これちなみにエンジン回転的にはどのぐらい回るエンジン？9000ぐらいまで回ると多分ビックリモンスターのエンジンだと思います。はい、芝タイヤってもうこのパターンしか今なくて、パターンが同じなんだけどドレッドウェアが選べるんですよ。で今200と250と300380とかいろいろあるんですけど、自分は280って選んでます。オイルは今レンスさんの TE37V 入ってます。でこれもサイズ的に言うと 9J ですね。 9J の-15、タイヤのサイズが19545の15です。はい、これがねなんでかっていうと、ちょっとね195の50だと大きくて当たっちゃうんですよね。45でもこのギリギリなんで、タイヤをいかに小さくするかっていうことで、まあ、45を選んでます。すごい切れ額ですけど、その辺はどうやって切れ額をしてますか？自分がもうD1 だったりフォーミュラ D だったり、いろんなところの競技で使っている足回りって、もうワイズハブとかっていうのは出てきてるんですよ。で正直もう90度近いぐらい切れるのがもう当たり前になってて、 A86 に戻ってきた時に意外にみんな切れない状態が多くて、で一番切れるものを探したのがこのオレンジプランニングさんの足回り。社長とまあいろいろ話させてもらって、とりあえず馬力上げないと切れかかっても使えないよねっていうので、5AG にしたんですよね去年。でその 5AG ももともとオレンジプランニングさんが作った 5AG のクランクだったんですよ。でそれでうまくそのコミュニケーション取らせてもらって、でオレンジプランニングのその足回りもう全部一式入れてます。でナックルも切れる方と切れない方があるんですけど、まあ、切れる方を使ってます。でこのアームも 55mm ぐらい延長してあります。でそれにこのテンションロッドも、まあ、特注というか、はい、セットで売ってるんで、ストッパーがね、僕の場合はオレンジブランディングさんからのバネ仕様なんですよ。わかります？このバネ仕様がね、なかなかね今ね珍しいんじゃないかなと思うんですけど、大体みんな当てて止めるんですよ。俺の場合は当たって跳ね返るようになってるんで、この辺がねちょっとね重捨てにはねなんかいいのかなっていうふうに思ってます。サスペンションはね、クスコさんがショックとフルタップのそのキットが出てて、アッパーはまた別で準備しないといけないんですけど、とりあえずフルタップにしたくてクスコさん今入れてます。でショックもまあまあ段数がいっぱい選べるんで、すごくでどこでも雨でも全然合わせれる感じはしますね。だから今のところ何も不具合なくて使ってます。ブリットさんのシートです。これはねジーグっつって走る方に振ってある感じですよね。これも僕どうだろう S2000 とか使ってるんですけど、すごく乗りやすくてこれ最高です。でこれは油圧サイドなんですけど、これはまあ D1 とかでも使ってるものと全く同じ ASD っていうところのやつ使ってます。イメージですけど AE86 ってサイドってそんな使うんですか？昔の俺もいらないって言ってた正直昔のその86同士のまあワイワイやってる時って、別にサイドを使う人もいなければ、やっぱりそのサイド低いイコール回転下がる、踏んだらドリフト戻るっていう風な、やっぱりそのずっとアクセル踏んでるっていう乗り方だったんですけど、今ってもう待つつなぐ、その時にエンジンのパワーあるからそのまま維持できるっていうのがもう今もう当たり前になってきて、もう本当にエンジンを馬力アップする人がすごく多くなったから、逆に言うとサイドあった方がもう追走まで全部できちゃう。ボディ補強は一切やってません正直レギュレーションで6点以上のロールケージに、あとこのサイドバーで運転席助手席で2本ずつ入れないといけないんで4本ですね合計なんで、もうなるべく軽くしたいんで、もう最低限の6点ロールバーの、サイドバー4本になってるんで、全然乗った感じ、その緩いって感じしないんで、まあ、今この現状でやってます。まあどんどんね緩くなってくると思うんで、そうなったら補強かなって感じ。それじゃあ車重今どのくらいなんですか？1トンはないけど950は普通にあると思います、はい、だから軽くないです実際。多分分かると思うけど、こんな状態じゃないからね今はリフレッシュするために綺麗なもう一切全部もう外しちゃったから、サイドステップとバンパー、リアバンパーと、あとちょっとねウイングもねもうなんかね変えちゃうんですよ。まあ今までの日々の手入れをしてる人ならば何をつけるか多分予測つくと思うんですよね。はい、できた暁には名阪にね、はい、見に来てほしいです。名阪がね3月の25、26、はい、もうラウンド2つあるんで、はい、どっちかでもいいんで見に来てくれたら嬉しいです。とりあえずじゃあ今日はこれからテストということで。心配があるんですけどとりあえず、まあ、一応小泉商会の小泉孝太郎さんとこの車を作ってくれた鎌倉自動車の社長、はい、もう来てくれてるんでね、はい、思い切って走って壊れたら直してもらいます、はい、行ってみたいと思います緊張感あるよ地元なだけにね、すぐにね何かあったら対応できるようにみんなに言っといたんで燃えたりねいろいろあるじゃないですか行ってきますよ。の入りはね、まあまあ最高にいいね。いいけどね、孝太郎先生ちょっと思ったよりねエンジンが回らないね7000ぐらいでも止まっちゃってるから、すごいそのねつながりはいいから走ってるように見えるけど、意外にエンジンでこう走らせてる感じじゃなくて、本当にミッションのつながりだけで今走ってる感じ。多分今本領発揮できてないから、これちょっと今からセッティングしてもらって。はい、ちょっとなんかやっぱり排気量上がったんで、ちょっと排気系の詰まりとか、そういうのも若干あるかもしれないし、まあちょっと今だいぶ抑えたセットにはしてあるんで、もうちょいちょっと詰めてみます。どんな作業したんですか？今もうパソコンで展開時期進めて、さっき乗った感じ中間域のちょっとコネピが濃くなっちゃってたから、ちょっとニードルの調整をしました。うん、で自分の時で8000円ちょいまで一応きれいには回ったんで、で日々の選手にガツンと飛んでもらえればいいかなと思います。じゃあ1回目行きましょう。いいかなって感じなんですけど、ギアのつながりは最高なんですけど、そのギアとギアの間がちょっと近すぎて車速伸びる感じはしないな。なんか3から4で4から5に入れないとなんか車速伸びない感じかな。走ってみたんですけど、意外にいいね、いける。まあ、ちょっとそのパーフェクトじゃないけど、ちょっとね、例えば仕事を減らすっていう意味ではちょっとクラッチ負担かかっても一足上で走れそうな感じっすね。めっちゃいい感じだと思います。応援の時よりね、全然ね、その前に出るね。うん、いやー、なんかね、思った以上にね、感動してる今。あ、全然違うね。グリップちょっと上げていったんですよ、応援の時より。ちょっとコンマ5ぐらいエア圧を落としていったんだけど、同じような感じで走れるし、その分車速も高いし、で逆に言うとその角度つけて踏んだ時のグリップ感が高くてこうハンドル持ってかれちゃうぐらい、うん、だから今もう少しエアがちゃんとね適正なタイミングでいい感じになれば、もっと自分も乗りやすい状態で走れると思うし、意外にね一足上で走ってみたんですけど、全然こうスムーズにいける、うん、重たくて走らないとかなくて、だからギアの選択も広がったし、しかもミスも減るだろうし。まあこれちょっといいことが多いね今回。久しぶりにね乗ってねワクワクしてるね。もう出し切ってないけどね今。ああ、だけどあれもしたいこれもしたいってなんかよく出るね。やばいよ。はい、テスト終了しました。はい、無事でした。幸太郎先生がねハラハラしてたと思うんですけどね、今回ね 7A-G すごく良かったです。でしかもTTI のシーケンシャルミッションもすごく入りが良くて、普段の 1,2,3,3.5 っていうクロスミッションじゃなくて、もう本当に縦の I パターンなんで、本当にシフトミスも全然なくて、すごくね入りも良かったし、多分メンハンで言えば全くシフトミスゼロでいけると思います。 D1 ライツ優勝するよマジで。あとはもう D1 の方まで、はい、あるんで今年は GR86、はい、見に行きますか。ここはですね、山岡愛音さんって言って十数年ぐらいお付き合いがあるところなんですけど、なんと柴田チームがですねこちらで車をいじってるんですよ。実は GR86 今年僕が乗るマシンです。これちなみに柴田チームに加入した経緯って教えてもらえたんですね。D1 一時出てなかったタイミングがあるんですよ。でその時に A86 でこう修行を積みながらいろいろとねこう YZ 走ってたタイミングで香西選手とか、まあ、その柴社長が、まあ、タイヤの開発とかやりに来てて、その時ね、まあ、何回も交わしてたからでそれでね自分のできることで、まあ、協力をしてた時に、まあ、冗談交じりだと思うんですけど社長がね「いやータイヤ売れたらさ」みたいな「日比野さんに車作ってあげるよ」みたいな。したら本当にね柴タイヤがね14インチ15インチボンボン売れてで17インチとか18インチもまあまあみんなさ使ってくるようになったんですよ。したらねまあまあ売り上げ上がったみたいでまあね縁があって、まあ、強いチームにするだとか高台がまあいい成績になってきたとかそういうのもあってチームでこうね優勝狙いに行こうぜみたいなそういう空気ができたところですね。僕にあの時の約束覚えてるみたいな、はい、ということでオファーありました、はい、もう本当に喜んでありがとうございますということで、はい、今年加入させていただきました。これね実はね某大会で去年もうバッチリ走ってるんですよ。だからもう普通に走れる車なんで、はい、見た目でわかると思うんですけど柴田フル野郎です。これ多分ねまだねこの GR86 でしか多分つけてないと思うんですけど本当にワイドだし低いし色もね柴田特別色みたいで作ってもらったらしいんですよ。気象さんって言ったかなショーアップさんで作って去年と違った深みのあるキャンディーみたいな、はい、こんな色になります。すごく目立っていいと思います。日比野さん赤ってイメージないっすよね。いやーあります。赤い黒乗ったことありますないよまあまあ大体艶消し黒とかクリーム色とかちょっとね人が選ばない車の色が多いんでこんなかっこいい色ってあんまり今ないからタイヤはですねこの柴タイヤもう稲妻マークはトレードマークなんですけど、まあ、これのね18インチだと思います。だからねこのホイール今ねこれ関車に乗せるためのホイールになっちゃってて本番は柴ホイールっていうホイールですよ。まだ販売されてないんですけどこれが5月にデビューするんでその頃には多分皆さんにお見せできて販売されると思いますんでちゃんとハンドル切れば動くしこれワイドファブっていうね足回りついてるんだけどすごいねその素直に動く。サスペンションが JIC さんなんですよ。実際にこの前1回チェックしたらまあまあ本当に普通に分かりやすく動くんで、うん、全然本当に今時のドル車でも、うん、使える足なんじゃないかなっていうふうに思ってますよね。エンジンは 3.4 リッターとりあえずこのベースエンジンは NA からの、はい、スタートみたいですね。でそこからまあいろいろと加工しながらでこのタービンがG42 かなちょっと大きめのサイズで 2J の NA にこだわる理由って何なんですか？スペアエンジンを用意するだったりするとコスパだったり考えたりとか使ってある、ね、そのターボのエンジンより使ってない NA のエンジンの方がまあ精度が高いというかやっぱトラブルが少ないっていう面でやっぱり選んでるみたいですよね。でもウォーターラインとか違うんですよね、うん、だから全部加工するからだからそれしてでもこっちの方がやっぱり信頼性があるみたい。ちなみに何馬力ですか？一応950ぐらいは出てるそうです。ダイナーパックだから、まあ、普通に計算するともうちょっとあるっていう人もいるけどね。ミッションは聞いたことないと思いますよ。アルビンズです。なんかね見るとチカチカしたメッキみたいな側してるミッションなんですけどドリフトで使ってる人ほとんどいないんじゃないですかね。ラリーとかそっち系なのかな。もちろんドアは軽くしたいんでカーボンになってます。はい。でまあハンドルは33のはいラルディついてます。でこれがサムソナスのレバーですね。なんかこの上がこれがやっぱいいらしいですね。こっち見て運転してる時に間違えちゃう時あるんですよ。なんでこの位置を下げてもらってだからこのサイドは高い位置でシフトはまあ低い位置っていう風に分けて本当はここら辺まであったんですよね。でそれをちょっと短くしてもらってそういう加工はしてもらってます。であとはもうシートはもういつものブリットさんですね。はい。エンジンかけていいよね。エンジンのかけ方いきます。まず、はい、キルスイッチオンにします。で、スタートボタンこれをまず入れます。あとフュエルポンプ回します。あとこいつですね。本当はここにいろいろとアンチラグのスイッチとかブーストのハイブーストローブーストの切り替えがあるんですけど正直まだあんまり覚えてないですメーターかっこいいですね。それこれねリンクさんのカラーの、モニターになってますね。これも見やすいですね。はい。ペダルはどうなってるんですか？ペダルはね、車外の今オルガンじゃなくて吊り下げタイプを使ってますね。これは何かチルトンなのかな。はい。僕が今乗ってる状態と前回乗ってるその高台選手のペダルの位置は変わってないんですけど、そのまま僕は運転できてますんで、まあポジション悪くないと思います。はい。まあね、2023年 D1 グランプリに返り咲いた日々のがですね、求める結果はやっぱり優勝ですよね。優勝。僕的にはね、せっかく D1 戻ってきた以上はですね、D1 を盛り上げたいなと思う部分と、若いやつにもねまだ負けておられんぞということで、高台選手をねこうねもっとねこう底上げしたいなっていう、もう本当にアドバイザーだったりとか引っ張り役でどんどんねその走りのスタイルとかをまあ伝えていって、で見た人がかっこいいねって言ってくれたりとか、でやっぱりそのギャラリーに受けるかっこいいと思ってもらえるで D1 がさらにこうお客さん呼べるっていう、そういうところに協力したいなと思ってるんですよ。最終的にはシリーズチャンピオンになってきます。ぜひぜひ現場の方にね会場の方に来てもらいたいと思ってます。生のドリフト見た方が絶対にねもっともっと楽しいと思うんで、ぜひ、はい、現地まで応援に来てください。はい、よろしくお願いします。頑張ります。